ニュージーンズが米国ビルボードメインチャートに3ヶ月連続でチャートインし、ロングランヒット中だ。17日、現地時間に発表された米国ビルボード最新チャート、10月21日付、によると、ニュージーンズのセカンド EP、Get Up はメインアルバムチャート、ビルボード200で66位にランクインした。これでセカンド EP、Get Up はこのチャートで1位獲得後、 8月5日付け、12週連続でチャートインし、第4世代 K-POP ガールズグループの中で最長期間チャートインの新記録更新を続けた。セカンド EP、Get Up はこの他にも、ビルボード、ワールドアルバム、デニー、トップカレントアルバムセールスと、トップアルバムセールスではそれぞれ15位、16位にランクインした。セカンド EP、Get Up のタイトル曲、Super Shy ー もやはり人気を集め続けている。ビルボードメインソングチャート、ホット100に8週連続チャートインした、スーパーシャイは、今週、グローバル、米国を除く、34くらいグローバル200、59位にランクインし、両チャートで14週連続上位権を維持した。ニュージーンズが歌う、2023リーグオブレジェンドワールドチャンピオンシップのテーマ曲、ゴッズも、 グローバル、米国を除く、44くらいグローバル275位にチャートインした。ニュージーンズが K-POP グループ完全体として初めて歌唱に参加して話題を集めた、ボッズは、歴代、リーグオブレジェンドワールドチャンピオンシップのテーマ曲として公開初日の Spotify 最多ストリーミング、ミュージックビデオ再生回数新記録を打ち立てるなど、世界的に人気を集めている。